本当に綺麗だね。よし、お父さんがペンダントにしてあげるよ。本当？じゃあそれ姫子の宝物にするね。私は千金ちゃんの家に厄介になることになりました。それと村の被った損害、壊れた建物の修理費や怪我をした人の治療費は全て千金ちゃんの姫宮の家が負担することを後から聞きました。そして私の新しい毎日が、戦いの日々がここから始まったのです。様もさ、どうぞ。様だなんて。お嬢様から事情は伺っております。どうかご自分のお家と思っておくつろぎください。あの、そのお世話になります、クルスガーさん。あ、はい。それじゃあまた。そうですか、お嬢様。あの娘が、どうしてこんなにドキドキするんだろう。肌だって雪みたいに真っ白で、胸も大きくて綺麗で、女の子の私が見たってうっとりするくらいだけど、変なのかな私。何姫子。え、あ、いえ、その、なんでもない。とてもお嬢様と仲がおよろしいのですね。ええ、まるで実のご兄弟のような。そこ、無駄話をしない。悪いわね、今日は私ので我慢してちょうだいね。そんな、我慢だなんて。どうかした？ううん、そうじゃなくて、ちかねちゃんの匂いがするなって。遅かったか。本当にここでいいの？もっと広い部屋もあるのよ。うん、でもあまり広すぎると落ち着かないから。そう、さ、今日は疲れたでしょ。もう休みなさい。うん、おやすみ、ちかねちゃん。おやすみなさい、姫子。明日から私もクルスガーさんの隣の部屋に移りますから、よろしくね、オトアさん。はい、かしこまりました。はあ、疲れたな。ダメダメ、
私明日から頑張らなきゃいけないんだ。大丈夫、ちかねちゃんが一緒なんだから。うん、大丈夫。痛いですか？痛え！痛えっての！やろう！えへい！いやいだ！はい、おしまいにゃの。やめろってのが聞こえねえのか、このボケカス！だってね、ここお注射大好きなんだもん。ならてめえにもしてやる。よこせ！やだ、されるの嫌いにゃ。やめとんのか、ほら。まあ、すっかり元気になったみたいにね。姉さん、嬉しいわ。姉貴。さ、懺悔の時間よ。いらっしゃい。まあ、バカ筋肉にはいい薬よね。で、次はどうする？様子見？誰か行くの？あさって締め切り。あっそ、ちなみに私もパス。仕事だし、1年ぶりの新曲のお披露目だし。ね、ここが行く。ニャーニャーで遊ぶの。ニャーニャー。いつはらの玉土。そんなことはいいのよ。それよりもおやすみなさい。私はずっとここにいるから。うん、ありがとう。おはよう、ちかねちゃん。おはよう、クルスガーさん。おはようございます。今朝はケージと秋のキノコのホイル焼き、朝の和風膳にございます。あら、今朝は和食なの？はい、とても良い鮭とキノコが手に入りましたので。しいたけ。クルス川様、何か？あの、美味しそうだなーって。いただきます。しいたけ。いってらっしゃいませ。クルスガーさん、参りましょう。クルスガーさん、見て、宮様よ。ごきげんよう、宮様。ごきげんよう。あら、でもくっついてる子はどこの誰なの？さあ、知らないわ。見て、宮様と神様、学園最高のツーショットよ。だから、あの子は何なのよ。狼君、大丈夫だったか？うん、狼くんが守ってくれたから。これからだって守る。俺が必ず守るから。川さん。おはよう、泉さん。ねえねえ、あなたが宮様の家にご厄介になってるって噂を聞いたんだけど、本当？え？そんなはずないわよね。あの寮に住んでいた生徒はたくさんいるのに、あなただけ特別扱いなんてね。ま、住み込みの次女ならわかるけど。まさか。ねえ、どうなのかしら。あら、残念。この話はまた今度ね。
宮様の家に厄介になってる子、私も聞いた。なんであんな子が特別にお優しいのよ、宮様は。でもだからってね、まるで犬頃ね。誰だ、誰がやった、卑怯な奴め、出てこい。大神くん、私なら大丈夫、ありがとう。しかしクルスガは、お願いね。そうか、わかった。運のいいこと。まあいいわ、まだまだこれからよ。ん？宮様、違います、私たちじゃ、私たち何もしていません。本当です。どうしました、お見舞いですか。 いえ、何でもないです、失礼します。まずはこれを見てくれたまえ。我が大神の家に代々伝えられる火と月の巫女の正装だ。こちらの赤色の服が火の巫女のもの、紫色の服が月の巫女のものだ。君たちの力、巫女が持つ霊力を高め、献身雨の村雲復活に必要な能力を与えてくれる。不思議だな。何が？この服初めて着るはずなのにしっくりくるっていうか、とても懐かしくてなんだか嬉しいな。私もそうよ、姫子、とてもよく似合うわ。そんな、ちかねちゃんに比べたら全然。そう？私こちらの色の方が好きなのだけれど、ねえ、一度取り替えてみない？ダメだよ、そんなことしたら神様が怒っちゃうよ、多分。そうかしら。そうだよ。残念。頑張ろうね、ちかねちゃん。ええ。まず君たちの力によって6本の真剣の封印を解かなければならない。すごいな、一撃でなんて。雪人さん、体の奥から力が湧き上がってくる感じなんです。もっと早く、もっと強くと。超人ってやつだね。いいな、生きた週刊少年なんとかってとこか。もっとも壊すことぐらいしか取り柄のない体ですけど。いや、そんなつもりで言ったんじゃ。それにまだまだです、こんなものじゃ。ソーマさん、どうしたんです。大丈夫、こんなことしょっちゅうです。でも、そうだ、先生を呼んでくるから。ダメです、兄さんにも
二人にも黙っていてください。絶対に。みんな戦ってるんだ。俺一人が真っ先に膝を屈するわけにはいかない。負けていいはずがないんだ。駆けまくも大しき須佐之男命、出雲の国日の川に降り立ち、腰の山となる大内戸塚の剣を持ちて打ち払いたも、竹に刀の神、岩筒の斧神、金山彦の神、金山姫の神、八百万の神の道からを持ちて、私のせいで。およしなさい姫子、そうと決まったわけではないわ。見た目ほど大した傷ではないのよ。それほど深くはないし、綺麗に切れているからかえって治りもいいものだからね。でもやっぱり私のせいだよ。違うわ姫子、私たち二人でやったことなんだもの。ちかねちゃんが悪いわけないよ。私がうまくできなかったから。海を見に行きましょうか。え、私ね、ここの海が好きなの。何もかも飲み込んでしまうような鈍色の海、あのどこまでも深い輝きを見ていると落ち着くわ。ちょっと寒いけど邪魔も入らないし、二人でお話しましょうね。私を産んでくれたお父さんお母さん、大神くん、まこちゃん、ちかねちゃん、みんな私にとって大切でとても大好きな人のはずなのに、その人のためにしっかりしなきゃって思って頑張ってるのに、気がつくといつも私が傷つけてばかり。今日だって、ちかねちゃん、私みんなの迷惑にしかならないのかな。やっぱり誰の隣にもいちゃいけないんじゃないのかな。姫子、貝合わせって知ってる？貝合わせ？カルタの原型みたいなものでね、二枚貝に和歌の下の句と上の句を書いて合わせる遊び。二枚貝ってね、互いにぴったり合うのは絶対に一組しかないの。この世に一組しか。でもね、一組は必ずあるの。私は人と人もそうじゃないかって思ってるわ。人も？姫子にもいるのよ、世界のどこかで姫子を。姫子だけを待ってる人が、ただ一人の人が、必ず。一人でいなきゃいけない人なんてどこにもいない。姫子は姫子らしくゆっくりできることを頑張ればいい。いつかただ一人の人と出会う、その時までね。それまで私が姫子を守るから。ありがとう、ちかねちゃん。どうしてニャーニャーの邪魔か。
手先ども自分たちの罪地獄に帰るがいい。うーんだ、ね、ここ知ってるもん。今両手とも使えないんでしょ。怖くなんかないにゃの。なんで当たらにゃいにゃの。日輪烈光起点姫子。私が守るから。決して話してはいけなかったのに。ニャーニャーが壊れちゃったよ。でも驚いたわね。七の首一人にオロチが三体も倒されるなんて。こうなると、血の首、翼様。休日、私は大神くんに遊園地に誘われました。巫女の使命と幼馴染への思いの狭間で戸惑う私を、千金ちゃんは励まし、優しく送り出してくれます。でも、その笑顔の裏に隠されていたのは、本当は。次回、神無月の巫女第4話、思いたもうや。千金ちゃん、私、どうしたらいいのかな。